こちらのリンゴ屋さんの津軽弁は、津軽弁について調べてるんですよ。はいはい、津軽弁、津軽弁、津軽弁賛美るよ、俺は弘前生まれだから津軽弁大好き。弘前の生まれだったんですか。はい、そう。そして青森に嫁っこ先したの。あ、そうですか挨拶代わりのキュートな津軽弁。ちなみに青森市と弘前だとどっちがその津軽弁が。弘前ですね。こっちの人はそんなにあまり津軽弁しゃべね。 あれ王林ちゃん出てるでしょ、はいはい、あれが弘前だから。ああ、そうなんですか。あれも結構なまってるじゃん。確かにめっちゃなまってますね。なまってるよね。そこで津軽第二の都市弘前市に移動し、魚屋さんレディーの津軽弁をヒアリング。津軽弁の特集してまして、普段やっぱ津軽弁じゃない。